マイケル・フランシスコ・ピネダ・ポーリーノは、ドミニカ共和国産・クリストバル州、ヤグアテ出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。MLB のミネソタツインズ所属。マイケル・ピネーダと表記されることもある。ドミニカ共和国のサン・クリストバルに生まれる。シアトル・マリナーズ時代2005年に16歳で、マリナーズと契約し、2006年に、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグで、 プロデビューした。2010年は AA 級ウエスト10ダイヤモンドジャックスで8勝1敗、トリプル A 級タコがレーニアーズで3勝3敗の成績を残した。2011年4月5日のテキサスレンジャーズ戦で先発しメジャーデビューを果たした。6回を投げ3失点し敗戦投手となった。2回目の登板となった4月12日のトロントブルージェイズ戦で7回1。 3を2失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。4月は5試合当番で4勝1敗、防御率2.01の成績で、月間最優秀新人に選ばれた。また、オールスターにも選出され、1イニングを投げて2、脱三振と持ち味を発揮した。ニューヨークヤンキース時代2012年1月13日に、ヘッスモンテロ、ヘクターノエシとのトレードで、 リィセンテカンポスと共にニューヨークヤンキースに移籍した。高齢選手の多いヤンキースの中で数少ない若手として期待されたシーズンであったが、スプリングトレーニング中に右肩に痛みを訴え、開幕から故障者リスト入りした。その後5月1日に右肩の手術が決まり今季絶望となってしまった。結局2012年のヤンキースでは一球も投げることができぬままにシーズンを終え、 周囲の期待を大きく裏切る結果となってしまった。2013年も開幕から60日間の故障者リスト入りし、6月9日に A 級タンパイアンキースで復帰。6月下旬に A 級トレントンサンダーへ昇格。7月6日に故障者リストから外れ、トリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレートリプル A 級では6試合に登板し1勝1敗。 防御率3.86だった。2014年は開幕ロースター入りし、4月5日のブルージェイズ戦で先発起用され、3年ぶりにメジャーのマウンドへ復帰。5回を投げ、5安打1失点5奪三振と高騰したが、味方の援護がなく負け投手となった。4月10日のボストンレッドソックス戦において、手のひらに松ヤギが塗られているように見えたが、次のイニングには消えていたため、 レッドソックスのジョン・ファレル監督は抗議せず、ピネダも松ヤニの使用を否定した。しかし4月23日のレッドソックス戦では、2回裏、日誌の場面で、首に不正物質が塗られているとファレル監督が抗議し、ピネダが松ヤニを使った不正投球を行ったことを、審判が判断、退場処分を受けた。4月24日にメジャーリーグ機構が10試合の出場停止処分を発表した。 5月6日に出場停止処分が解けたが、同日に大炎筋の故障で15日間の故障者リスト入りした。6月4日に60日間の故障者リストへ移動した。8月13日に故障者リストから外れ、ロースターへ復帰。同日のボルティモアオリオールズ戦で4月23日以来となるメジャーでの先発登板をし、67球を投げ5回、1失点。 勝敗はつかなかった。この年は離脱した期間が長かったこともあり13試合の先発登板で5勝に終わったものの、防御率1.89、被打率198、ホイップ0.83など優れた数字を残した。2015年は序盤からローテーションに定着し、途中戦線離脱もあったが、防御率4.3712勝10敗156、 脱三振という一定の成績を残した。規定投球会には届かなかったが、田中正宏や姉さんヨばルるィなども離脱した期間があったため、投球イニングは CC、サバシアに次ぐチーム2位だった。2016年はフルシーズン先発ローテーションに入り、32試合に登板して、ルーキーイヤーの2011年以来となる規定投球会到達を果たした。 防御率4.826勝12敗の成績だったが、アメリカンリーグ6位の207奪三振、同トップの奪三振率10.6、またザ・フィップでも同トップの3.30をマークするなど、一定の復活劇を見せた。2017年も開幕からローテーションに入り、7月の段階でチームトップの発祥を挙げていたが、右肘靱帯損傷でトミー・ジョン手術を受けることとなり、 シーズン終了となった。この年は17試合先発で8勝4敗、防御率4.39という成績だった。オフの11月2日にノンテンダー FA となった。2017年12月13日にミネソタツインズと2年1000万ドルで契約を結んだ。2018年は前年の手術の影響もあり、マイナーで4試合にリハビリ登板したのみだった。 2019年4月にメジャー復帰。先発ローテーション投手として登板していたが、9月7日に禁止薬物であるヒドロクロロチアジドが検出されて、薬物検査違反で60試合の出場停止となったため、以降の登板はなかった。オフの10月31日に FA となったが、12月10日に2年総額2000万ドルで再契約を結んだ。請求力が持ち味で、 最速99.8マイルパーワー、平均93マイルパーワーのファストボールと、平均85マイルパーワーの縦に落ちる、スライダー、平均88マイルパーワーのチェンジアップを投げる。2メートルを超える巨体ながら、打席に立った時は瞬速を見せる。マウンド上では感情を表に出さず、一郎が、そこが一番びっくりするところと評している。ありがとうございます。